ニューホープへようこそいらっしゃいました。ニューホープのオンラインで礼拝に参加の方もようこそいらっしゃいました。今日はチームでメッセージをさせていただきます。エズラ書から学びをいたします。ではノートの最初を読んでください。そして彼らは主を賛美し感謝しながら互いに主は慈しみ深い、その恵みはとこしえまでもイスラエルにと歌い合った。こうして主の宮の礎が据えられたので民は皆主を賛美して大声で喜び叫んだ。しかし祭司レビ人一族の頭たちのうち最初の宮を見たことのある多くの老人たちは彼らの目の前でこの宮の元絵が据えられた時大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声と民の泣き声と区別することができなかった。民が大声を上げて喜び叫んだのでその声は遠いところにまで聞こえた。混乱状態にあったんだと思います。考えてみてください。民の中の中で神に助けてくださいという人もいるし、神に助けていただいたと叫ぶ人もいた。それぞれ叫び声が違っていたんですね。本当に混乱状態。そのちょっと前を見ていただきますと、9節および捕囚からエルサレムに帰ってきたすべての人々は主の宮の工事を指揮するために20歳以上のレビ人を立てて工事を始めたとありますが、そうこの工事の指揮者に20歳以上のレビ人、まあ言ったら子供ですよね。そういう人たちが指揮を取ったということで、おそらく年寄りの人がこれはダメだと思ったのかもしれません。私自身も年を取れば取るほど若い人が若く見えるんです。今の私から見て20歳の人が結婚するって聞いたら、20歳なんてまだ子供なのに結婚なんて。でも妻が言ったんですね。お父さん結婚した時21歳だったじゃありませんか。そうですね。でも私はもっと大人だったと思います。もう今の若い人よりもずっと大人だったと思うんです。さあこのように老人たちは泣きました。それは今は本当に瓦礫の山となってしまった、それを見て泣いたわけですね。偉大は壮大な栄華を極めた素晴らしい神殿だった。それが今は本当に瓦礫の山。この神殿はもう何年もの間にわたってイスラエルの人々に多くの思い出をもたらしてくれた。そうこの民の多く老人の多くは昔の第一の神殿の姿を覚えていたわけです。古き良き時代、壮大とした堂々としたこの神殿の姿を本当に覚えていた人はこの瓦礫となった山を見て泣いた。失ってしまったものに対する本当に懐かしさ、もうこれほどのものは建てることはできないだろう、再生することなんてできない。そう老人たちにとってはただの建物ではなかったんです。もうこの神殿には昔の思い出、喜び、経験、祈りの本当に時間、喜び、献身、礼拝、そういうものが全部象徴されていたのがこの神殿と壁だったわけです。それが今はもう惨めな様になってしまっている。その一方で若い人たちは大声を上げて喜んだ。なぜならばこの石杖が建てられた時にこの宮の将来を見たからです。これから神様がしてくださる素晴らしい神殿の姿を待ち望んで喜んだんですね。ある女性が1800年代に結婚をするということで家族を捨てて、まあ、去ってつとぐということで駅の構内で家族と別れをしていた。まあ家族は泣きました。もうこの娘と会うことができないかもしれない。彼女はこのミッドウェスト、中西部に住んでいましたが、結婚相手は西部です。だから汽車に乗ったらもう二度と会えないかもしれない。その当時ですから遠い遠いところに嫁いでいく。家族は泣いたんですね。さあその一方でこの女性を受け入れる、迎える側は大歓迎して彼女を待ちわびていたことでしょう。別の駅の構内でファンファーレを持ってこの婿となる人たち、
この婿は手に汗しながら待ちわびていたのではないでしょうか。そして記者がこの地平線に浮かんでくるのをじっと目を凝らして見つめている。そしてこの女性が家族に本当に迎えられるということ、喜びでもって迎えていることでしょう。そう、一つのお話なのに、一方では悲しみの涙、そしてもう一方では喜びの涙。さあ、この神殿を見て、この石を見て、泣く者もいて、笑う者、喜ぶ者もいた。多くの感情が混乱した状態だったんです。だからといってどちらが正しくてどちらかが悪いということではないんですね。今日のレッスン、これはこの両方あって、それが良いことなんです。例えば赤ちゃんが生まれるとき、思ってください。母親もこれ以上にないような苦しみ、痛みを経験しますが、それと同時にこの上にもない喜びに満たされますね。両方必要なんです。両方良いことなんです。そう、双方から、両方から学ぶことができます。さあ、この老人たち、彼らは過去における神の御業を思い出していました。そしてそれを思い出しては涙をした。しかしこの涙を通して何を覚えてたんでしょうか。まあ、彼らはもう当人だから、老人だから、涙もろくなったのさって片付けてしまってはいけません。彼らが思い出していたこと、それは過去における神様の素晴らしい力強い御業だったんです。奇跡の数々、神様が祈りに応えられたとか、人生が変えられたとか、新しい希望が与えられた、心が新たになった、結婚が癒されたとか、そういった素晴らしい神様の御業を思い出したわけです。それを覚えていたんですね。皆さん、私たちも人生の中で混乱する時があります。結婚でも、お金の問題、考え方、生き方の中でも、わけのわからない、右も左もわからない、暗黒の状態だと思うような時があるかもしれません。その時にね、必ずしていただきたいことがあるんです。それはどうか神様が過去になされた過去の奇跡、素晴らしい技の数々を思い出してください。何度も何度も思い出してください。ダビデはそうだったんです。ダビデはもともと羊飼いでしたが、後に巨人ゴリアテと対決する機会がありました。さあ、このゴリアテはダビデを見てあざけったんですね。そしてゴリアテだけではなく、ダビデの家族でさえダビデのこの手腕を信じることができなかった。さあ、家族にも信じてもらえない、誰からもサポートを受けられない、ゴリアテからは揶揄され、あざかられました。その時にダビデは、ああもうダメだ、できるわけないな、そうだなと思ってやめたんでしょうか。そうではありませんでしたね。ダビデはその時に、過去羊飼いであった時、ライオン、クマに襲われてそれと戦ったことを思い出したわけです。神様の素晴らしい不思議な力によって、このライオン、クマを退治することができた、この経験を思い出したんです。その時にダビデはこのように言いました。第一サムエル17章37節。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシト人の手からも私を救い出してくださいます。サウロはダビデに言った。とありますが、皆さん、今週、どうか心を鎮めて、神様の過去における素晴らしい技の数々、奇跡の数々を思い出してください。書き留めてください。例えばね、私のこの手元の聖書の中には、それがたくさん書き込んであるんです。よく見えないかもしれませんが、私の、まあ、このボロボロになっている聖書ですが、神様の過去の素晴らしい技、神様がやってくださったこと、それを細かく書き込んでるんですね。そして後ろのページには日付も書いてあります。神様が与えてくださった、補ってくださった、私の手元には何にもなかった時に、もう何にもなかった時に神様が十分備えてくださったという経験を書き留めます。もうダメだと思った時、行き詰まった時、なんと不思議な形で神様が必要なものを与えてくださったということも書き留めてあります。そしてこれを時々思い読み返すんですね。
そして神様の本当に過去の素晴らしい技を思い出して、過去私をこのようにして助けてくださった神様は将来も同じだと確信することができるんです。私の自宅の壁には聖書の箇所が額に入ってあちらこちらに飾ってあります。それを見たときに神様の忠実さを思い出すことができるからです。皆さんも同じようにしてみてください。神様が忠実な方であるということを目に見えるところで掲示する。時々だって混乱することがあるんです。もう右や左は分からない、先が真っ何にも見えない、明日があるのかどうなのか分からない、もう恐怖でいっぱい。その時こそ過去神様がしてくださった忠実な技の一つ一つを思い出してください。新しい教会の床にはウォークオブフェイス、信仰の歩みという床が敷かれますね。皆さんの名前がタイルに刻まれますが、これもそうなんです。その後に次の世代の人が来てそれを見た時に、ああ神様はこの時代の人たちに忠実であった、私にも同じようにしてくださろうという確信が与えられるからなんです。そう、昨日過去に素晴らしい方は将来も素晴らしい方、過去に信頼することができる神様は私たちはこれからも信頼し続けることができるんです。それを何度も何度も思い出してください。混乱の中にあってどうか私たち過去の神様の素晴らしい数々の技を、それに囲まれようではありませんか。神様は変われることはありません。将来この先何があるかどうかわからない、真っ暗闇に見えるかもしれない、しかしその時に思い出さなければなりません。昨日死の鍵の谷を導いてくださった神は今日も私たちを導いてくださいます。昨日与えてくださった神様は今日与えてくださる神は、昨日も今日も明日も将来も一生涯変わらないんです。建物も変わる、人々も変わる、指導者も変わっていくでしょう。しかし私たちの使える神、それはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、その神は昨日も今日も永遠に変わることがありません。でも一方でこの若い人たちからも学ぶことができるんです。ここでエズラ書に戻ってみたいと思います。他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため誰も喜びの叫び声か民の泣き声と区別することができなかったとあります。きっと多くのもう賑やかな音だったことでしょう。喜びの声、それは新しい礎が敷かれたから、だからもう希望にあふれていたんですね。新しい始まり。皆さん、私たちは思い出は大切にしたい、しかしその思い出だけにとどまっていてはダメなんです。過去から学びましょう。しかしそれを将来のために用いなければならないのです。過去から知識、知恵、思い出を受けるでしょう。それがインスピレーションとなって将来を生きる私たちを助けてくれるんです。さあ、人々が感じた喜び、これはこの礎に目的が象徴されたからです。方向性が示られた、行き先が決まった、コミットメントが新たにされた。長老の人たち、それは礎を見て過去にあったものを見て泣きました。しかし若者たちは今までになかったものがこの中目の前に見ることができたんですね。素晴らしい偉大なもの、これから起こるんだぞという喜びだったんです。それが彼らに新しいビジョンを与えてくれた。だから両方が必要。過去における神様の忠実さを見ることも必要です。しかしもう一方でこれから起こるべきことのビジョンをしっかりと持たなければなりません。そしてこの両方が必要なバランスなんですね。どれ一方だけではありません。そのことソロモン王もこのように言っています。伝道の書7章の18節読んでみましょう。一つをつかみもう一つを手放さないがよい。神を恐れる者はこの両方を得得している。そう、もし賢明なものだったら両方掴んでいなさいということなんですね。そう、両方をしっかり掴むときに、両方から
それぞれから最高のものを得ることができるんではないでしょうか。片方だけじゃないって言ったら失敗してしまいます。こんな話があるんです。ある男の人が魚釣りをしていたんですが、もうどんどん魚が釣れるんですね。それを見ていたもう一人の男が言いました。そんなわけがない、なんでなんだろうと言って彼に疑いを持ちました。さあ、この魚釣りの男性が岸に戻ってきたときに彼に向かって言ったんです。自分で本当にそれ全部取ったのか。するとこの魚釣りの男性、まあへりくだっていて、まあそんなところかな、そんなところって自分で捕まえたか捕まえなかったかどっちかだろう。本当に自分で全部取ったのか。まあそんなところですかな、そんな中途半端な。じゃあ私と一緒に行きましょうか。よし、自分の目で見てやる。ということで2人は再びボートに乗り込んで岸から漕ぎ出していきました。そして湖の辺鄙なところに漕ぎ出していったんです。周りには人気がありません。さあ、この疑いの男性はもう一人に向かって言いました。どうすんの、うん、ちょっと見てて。というと、この魚釣りの男性はダイナマイトに火をつけて湖の中にポーンと振り込んだんですね。バーンと言って見る間に魚がボコ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 と浮いてきました。それをこの男は集め出したんです。さあ、もう一人が言いました。ほら、そんなことだと思った。法律違反だ。警察呼んでやる。するとその男、ダイナマイトにもう一つの火をつけて、男の膝の上のところにポンと置いて言ったんです。文句ばっかり言ってるのか、俺の手伝いするのか、どっちだ。皆さんはどうされますか。そう、時に私たちはどちらか片方を選ばなきゃと思うときやりますが、両方必要することがあるんです。両方から学べることがあるんです。過去の神の技を記録して称える人も必要でしょう。そういう時に、その記録によって本当に私たちは慰められる。しかし過去を見たことはない、過去のその神の御業は見たことはないけども、将来の御業に期待するという人、両方必要なんですね。では今からジョン先生に出ていただいて、私の間違った神学を正してもらいましょう。まあこれ冗談ですが、では拍手でジョン先生をお迎えください。パスター・ウェイン先生、ありがとうございました。さあ、今日は一つになるというシリーズでお話を続けますが、混乱状態にある場合、その中にはいろんな感情が入り混じっていたことでしょう。老人たちは悲しんでいる、若い人たちは喜んでいる、どちらの感情も悪くはないんです。この人たちが本当に感情は違っていても、思いは違っていても、私たちは一つになることができるんですね。では一つ目書き込んでください。感情が入り混じっていても一つになる。感情が、さまざまな感情が交際していても、その時の気持ちはいろいろあるでしょう。でもね、その時の感情で物事を、将来の大事なことを決めてはならないんですね。だって感情は変わりますから。感情はあるんです、気持ちは変わるんです。それに私たちが本当に精霊の働きに従うことを妨げられてはならないんです。時々ね、昔教会に来てた人たちに会う時があるんです。その人たちはよく言うんですね。いや、今ちょっとね、難しいとこ通ってるんですよ。ゴタゴタしててね、結婚もうまくいってないし、家庭はちょっとゴタゴタしてます。今依存症の問題もあるし、だからもね、もうちょっとしたらマシになるから、片付いたら教会行きますよって言うんですね。でも私は先生、その人に言います。いや、そんなこと言わずに今来てください。片付いたら、ちゃんとできたら教会に行くのは間違ってます。ごちゃごちゃしてるから、もう混乱してるから、何もわからないから、そういう時こそ教会に来るんです。教会に集う人はパーフェクトな人ではありません。高いところも低いところも経験し、いい時も悪い時もある。本当にズタズタになったも、その気持ちのままで教会にやってくるんです。すると神様は次に何をすべきかどうかを教えてくれる、癒してくださるんだ。そう、教会は本当にパーフェクトじゃない人たちがパーフェクトな神様に従おうと思って集まってくるところなんです。
そう、問題があるでしょう。感情はいろいろあるでしょう。混乱状態にあるでしょう。ごたごたしていても、その状態でみんな集まってくださいということなんですね。そう、このいろんな人が集まるということで、先週ネヘミヤの壁ということで、外に行って皆さんの 5% 残りの 5% を用いて神様に仕えましょうということで、皆さんにいろんなミニソリの紹介をいたしました。何百人の人たちがこのネヘミヤの桑のところに行ってくださった。その中の82人の人が先週だけでサインアップしてくださったんですね。いろんな気持ちがあったでしょう。不確かなこと、大丈夫かなと思うこと、そうにもかかわらずその中にサインアップしてくださったんですね。その中の32人は実はこの壁の中になかったミニストリーに興味を持ってくださったんですね。ああ、ここにないから、自分ができることこの壁にないからやめてしまうで終わらなかったんですね。いや、実はここにはないんだけど、私こういうことできるんですけど、これ用いてもらえますかっていう人が32人いたんです。本当にこれは神様に従うということ、その不確かな気持ち、不安な気持ちはあるかもしれない、しかし私はこういうことができます、こういった賜物があります、これを用いてくださいと皆さんは前に一歩出てくださったんですね。でこの写真の中見てください。エズラの中に見たようにいろんな世代の人が集まったとありますが、この写真でも見てください。年寄りもいれば若い人もいます。いろんな世代の人が本当に年を構わずに集まってきた。これから教会には面白いシーズンを迎えますというのは、歴史上初めて5世代が集まるということなんですね。1つ目がビルダー、国の基礎を作った人、ベイビーブーマー、ジェネレーション X、 メレニアルズ、そして一番新しいのがジェネレーション Z。 彼ら本当に年の若い年寄りはあるかもしれない、しかしそれぞれが捧げるものが何かあるんですね。もちろん考え方は違うでしょう、物の見方も違うでしょう、しかしそれにもかかわらず一つに集まることができるんです。神様は私たち一人一人を用いてくださるんですから。ティム・サビスさんと話していました。その女性がティムのところに行って彼に言ったそうです。私ゴルフできるんですが、コーチもできるんです、これ用いてもらえますかって言ったんですね。もちろんそうです、ゴルフミニストリーってできることできますよね。皆さん多くの人と、話しましたが、実はこのようなよし何かしましょうと思って立ち上がった時には悪魔は必ずそれに抵抗してくるわけですね。つまずかせようとするんです。ある男性私のところに来て言いました。先生、私空手ができるんです、空手のコーチができるんです、もう何年もしてきました。神様がこの空手を用いて使いなさいと言われている、だから何かこうしたいんですがというふうに言ってくれたんですね。そしてサインアップした。しかしその次の日いろんな声が聞こえてきたっていうんです。お前はそんなこと、空手がなんで教会で用いられるんだ、バカバカしい、そんなことできるわけじゃないか、そんなつまらないこと、もう教会に電話して今取り消してもらえ、そんな声が聞こえてきたっていうんですね。それこそ悪魔、これはいじめっ子である悪魔なんですね。お前何してるんだ、お前ここには属さない、ここにはお前はいる場はない、出ていけ、悪魔の嘘なんですよね。そう、私たちは神に呼ばれました、召されて、それに立ち上がって従おうとしたときに神様は邪魔をしようとしています。空手だったらいいじゃないですか、空手、神様のために空手を使ってください。神様に用いていただいたら神様は素晴らしいことして、栄光は神様にお返しすることができるんです。そう、いろんな声が聞こえてきます、いろんな感情が交差します。しかしそれで悪魔にかき乱されないでください。さあ、聖書の中にもそのいじめっ子がやってきます。ユダのベネヤミンの敵たちは捕囚から帰ってきた人々がイスラエルの神主のために神殿を建てていると聞いて、ゼルバベルと一緒に頭たちのところに近づいてきて言った。私たちもあなた方と一緒に建てたい、私たちはあなた方と同様あなた方の神を求めているのです。アッシリアの王エサルハドンが私たちをここに連れてきた時以来、私たちはあなた方の神に生贄を捧げてきました。しかしゼルバベルとヨシュアとその他のイスラエルの一族の頭たちは彼らに言った。私たちの神のために宮を建てることについてあなた方と私たちとは何の関係もない、ペルシャの王クロス王が私たちに命じた通り私たちだけでイスラエルの神主のために宮を建てるつもりだ。するとその地の民は建てさせまいとしてユダの民の気力を失わせ彼らを脅した。さらに議官を買収して彼らに反対させこの計画を打ち壊そうとした。このことはペルシャの王クロスの時代からペルシャの王ダリオスの治世の時まで続いた。
アハシュエロスの治世、すなわちその治世の初めに、彼らはユダとエズルサメルの住民を非難する一通の告訴状を書いた。さあ、ここにありましたね。失わせる、脅す、そして打ち壊そうとする、そして非難をする。これは悪魔の技なんですよね。悪魔は昔からこのことを何度も何度もためにしてきました。がっかりさせる、人を脅そうとする、非難する、を怖がらせようとする、そして気力を失わせようとする。これが悪魔のトリックなんです。お前は何だ、自分が何だと思ってるんだ、そんなことつまらないことして何になる。恐れを起こします、がっかりさせる、気力を失わせます。そんなことしても失敗するぞ、脅すんですね。このようなことをもう何世代にもわたって悪魔は私たちに仕掛けてきました。そう、このように感情が入り混じっていても、いろんなメッセージが聞こえてきても、神様に従い続けますか。それが2つ目のポイントです。矛盾したメッセージを受け取った時でも一つになる。そう、人々が神殿を建てようとした、壁を建て直そうとした、しかしいろんな矛盾したメッセージを耳に聞こえてきたんですね。そう、それが実は効果を奏してしまいました。イスラエルの人々はがっかりして気力を失って、なんと12年間この基礎工事が止まってしまったんです。中断してしまったんです。でもこれで止まってはなりません。続けていかなければなりません。皆さんの中に、心の中でくじけてしまって、ダメだ、もう神様してくださったんだけども、これは中途半端で私はやめてしまったんだという人がいるかもしれない。そして悪魔は言うでしょう、大丈夫、お前なんかこんなも終えるわけがない、お前の力でできるわけがない、不可能だ、お前は変わることもない、そんな声が聞こえてくるでしょう。いや、神様が始めてくださったことは神様が必ず終了させてくださる、完成させてくださるんです。疑ってはなりません。悪魔の嘘を聞いてはなりません。それにくじかれてはならないんです。もう何度も何度も神は言われています。帰ってきなさい。神様が始めたことを最後まで全うしていただこうではありませんか。どうか悪魔のどんな声が聞こえてきても、それに打ちのめされてはならない、引っ込んでしまってはならないんです。悪魔は神様の言葉を本当にひねくれる、本当に曲げて私たちに聞かせようとする。抵抗されたからといってやめてはダメなんですね。でね、人からの抵抗があっても、周りからの抵抗があっても、それは神様の御心じゃないとすぐに思わないでください。いや、あの人からこういうこと言われたから神様の御心じゃないかもしれない。だってね、クリスチャンでもそういうことを言う人がいるからなんですね。人からの抵抗があっても、それからといってそこでくじけてはならないんです。だってもしかしたら神様の御心の真っ最中にいるかもしれません。悪魔はそれを本当にくじかせようとするんですね。神様がしなさいと確信を持って始めたことは、本当にどんな抵抗があってもやめてはならないのです。ジムに行って、どうでしょうか、ウェイトリフトと一番軽いところにペグを置いて持ち上げても、軽くて軽くてそんなことしても筋肉は強くなりません。そのペグをだんだんと上に動かして重みを増したとき、抵抗力が増します。それをよいしょって持ち上げるときに、この筋肉が強められて大きくなっていくわけです。進行の、筋肉も同じことなんです。まあ、それはジムでよく私は聞いたことなんですけどね。だから周りからの抵抗があっても、もしかしたらそれはあなたの信仰の筋肉を大きくしよう、育てようとしている神様の技かもしれません。だからちょっと抵抗されても、それで引いてしまってはなりません。かえってそれに立ち向かっていかなければ、押し返さなければならないんです。オレゴン州のローズバーグ、無差別殺人、銃乱射事件がありましたね。多くの人たちの命が奪われました。そして、乱射犯人はクリスチャンを狙ったというふうに、今の報道が流れています。それを聞いたときに、クリスチャンである私たちは後ろに下がってしまいますか。恐れてもうダメだって言って引き下がってしまいますか。いや、そんなことありません。いろんな声が聞こえてくるでしょう。政治家はそれをうまいこと自分の、政治目的のために使おうとします。しかし私たちクリスチャンこそが、今こそ立ち上がって、この希望が失ってしまわれた中で希望として立ち上げなければなりません。人々はパニックの中にあります。その中に平安を持ち込む、それが私たちの仕事なんですね。さまざまな感情、さまざまな声が
入れ替わった中で、私たちは希望を彼らに伝えていかなければならないのです。実はこのニューホープオアフからチームがこの友人のニューホープ友人と手を組んで、このランディ・スコローギンという牧師、彼はオレゴン州ローズンバーグのニュービギニングスチャーチの牧師なんですが、その牧師の教会に行ってチャリティーコンサートを行われます。これはファンドレーザーなんですが、そしてその収益金をすべて家族を失った人、また病院で入院費のために、多額の入院費のために用いられようというふうに計画しているんですね。そう、私はあなたたちを祈りますよなんて、それだけでは足りないんです。ちょうど立ち上がって実際に形となった助けとして彼らに届かなければならない。そうじゃないと彼らの心に届かないんです。そう、立ち上がりましょう。実際に行動を取りましょう。いろんなメッセージを言い交う中、私たちは唯一の有機希望であるイエス・キリストのメッセージをもたらさなければならないのです。そう、今の中で置かれた中でさまざまな戦いがあるでしょう。健康の中、家庭、職場でも戦いがあるでしょう。それを戦い続けていくということは絶やしいことではありません。倒れることもあります。しかしこれは神様の戦いです。それを戦い続けましょう。セオドア・ルーズベルトという大統領の一人ですが、こういうことを書きました。これこそ私たちクリスチャンこそが心にしっかりと秘めておかなければならないことではないでしょうか。お読みいたします。重要なのは批評家でもなく、強い人の弱点を指摘する人でもなく、人の行いの是非をうんぬん言う人でもない。評価されるべき人は実際に現場に立ち、誇り、汗、血にまみれる人、果敢に勤め失敗をし、何度も自分の足りなさを経験する人である。失敗と不備なくしては努力とは言えないからだ。また 実行動を取り、情熱を兼ね備え、自らを喜んで捧げ、価値ある目的のために自身をかける人である。そして終わりには輝かしい勝利を達成することができると知っている。最悪の場合、たとえ倒れたとしても、それは果敢に挑戦した結果である。そのような人は勝利も敗北も経験したことのない冷たく臆病者の魂と一緒になることはない。皆さんもこの信仰の現場に立っておられます。あなたの結婚の中で戦っておられます。良き戦いを戦っておられます。家族のために戦っている。家族に本当に備えようと思って、仕事が楽しくなくても、でも立ち上がって信仰を持ってその中に通っておられます。いろんな家族の中で本当にあなたにキリストに対する抵抗が様々であるところで、私たちは良き戦いを戦っています。私たちは倒れることがあるでしょう。打たれることもある。しかし私たちは諦めない。立ち上がって毎日この現場に行って戦い作るんです。そして神様のこの勝利を信じる。悪魔はくじけようとする。あなたを本当に倒そうとする。しかしその中で私たちは戦い続けるときに、神様は我々を用いてくださるんです。さあ3つ目、1つ目は感情がいじまじっていても1つになる。矛盾したメッセージを受け取った時でも1つになる。そして3つ目、混乱した優先順位を正すために1つになる。優先順位、今は本当に混乱しています。しかし優先順位はイエス・キリストが第一ということ、神様こそが第一なんです。もうがっかりした、やる気の失ってしまった人々、その人たちを、同じ人たちをもう一度立ち会わせて、神様は励ますんです。さあこれ見てください。これジムの中にあるクリスピークリームドーナツの、テーブルなんですが、なんでこういうところにジムにドーナツの店があるかどうか分かりませんが、ドーナツ食べた後で、罪悪感を感じてジムに運動しようということなんでしょうか。矛盾しますよね。なんか混乱しています。考えてみてください。運動したから1個ぐらいいいかなんて、1個で終わらないんですよね。もう1ダース全部食べちゃうんです。それぐらい美味しいんですが、敵もそうなんです。私たちは神様の言ういいことを聞いて従おうと思っているのに、悪魔は横に美味しそうなドーナツで私たちを誘惑しようとするんです。そんなものに本当に紛らわされてはなりません。私たちは優先順位をまっすぐに正さなければなりません。イエス・キリストを第一と置きましょう。
そこを読んでいます。ユダヤ人の長老たちは預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの預言によってこれを立てて成功した。彼らはイスラエルの神の命令により、またクロスとダリオスとペルシャの王アルタシャスタの命令によってこれを立て終えた。こうしてこの宮はダリオス王の治世の第6年アダルの月の3日に完成した。そこでイスラエルの人、すなわち祭司、レビ人、その他捕囚から帰ってきた人々はこの神の宮の奉献式を喜んで祝った。とあります。喜んだのは若い人たちだけだったんでしょうか。いや、この時はもう若い人も老人も両方喜んで祝ったということなんです。老人たちは神様の過去の素晴らしい技を思い出しました。しかしそれと同時にこれからの神様のしてくださる素晴らしい技を期待して喜んだんです。そしてそれが完成した時に本当に心から喜んだんです。これは世代を超えた企画、世代を超えた旅行、旅、世代を超えた喜びだったんですね。そう、神様は喜びを持たせてくださった。そしてここにいる一人一人みんな参加することができる。一人も漏れることはありません。一人も漏れることはないんです。さあ、私たちニューホープシアトルで10年間牧会をしておりましたが、その教会は素晴らしいコミュニティだったんですね。私の家族も教会の家族もそこにいましたが、ある時神様からの召しがありました。ハワイに行きなさいという召しだったんです。その時に夫婦で言ったんですね。これはお父さんお母さんだけの問題じゃない、子供たちもみんな巻き込むことだから、で子供たちに言ったんですね。お前たちも祈ってほしい。神様はお前たち一人一人も用いて働かれるんだから、それぞれが祈ってほしいというふうに言いました。ハワイで用いてもらえるのかどうか、それ私たちにとってはとても大事なことだったんですね。だって私の下の3人はもうオレゴン州以上のことを知らないんです。飛行機さえ乗ったことがなかった。彼が知っていたのはこのオレゴン州だけしかなかった、シアトルしかなかったんですね。しかし彼らはそれぞれ私のところに来て、お父さん行こう、神様は行けと言ってるように思うよと言ってくれました。その後に飛行機のチケットを買って、彼らにその名前の書いてある席の番号が書いてあるそのチケットを渡しました。一人一人が果たすべき役割があるということがそれではっきりしたんです。我々その子どもたちはお荷物ではないんですから、これから新しいこと、今まで見たことがないこと、新しい地に行って新しいことを神様はしていただくということだった。さあ、子どもたち、若い3人、もう飛行機乗ったことがない、だからまあこうちっちゃいから荷物入れの中に入れたらいいんじゃないかと思って、私こうに考えたんですね。もちろんいえいえ、子どもたち降りてきましたよ。というのは彼らにもちゃんと席が決まっていた、一つ一つ席が与えられていたからなんです。チケットには名前も書いてある。さあ、子どもたち降りてきて椅子に座って、ベルトをつけてエンジンがゴーンを立てて鳴りました。わあ、びっくりしましたね。タクシーに乗ってるんじゃない、飛行機に乗ってる、ランウェイを走り出しました。そして飛行機が傾いて上空に向かっていた。まあ、子供たちはもうびっくりした顔、大丈夫、お父さんこれでいいの、こんなに揺れてるけど大丈夫なの。さあ、機体が揺れ出しました。そして大きな金属の塊が空に浮かんでいった時に、子供たちはもうびっくり、信じられない気持ちだったんですね。なんと空の上に飛んでいる、そんな今まで経験したことがない経験をしました。もうワクワクすると同時にもう恐怖感でいっぱいだったんですね。さあ、子供たち、私たちの会を見た、お父さんこれでいいの、これで普通なの。私たちは飛んだことがありますから大丈夫、神様もいる、天使もいる、一緒にいるから大丈夫よ。そして機体が上空に上がっていて、それが安定した高さにまで到達しました。そこで一息済んだんですが、ジャスティスが窓の空を見て大声で言ったんですね。お父さん見えるよ、見えるよ、全部見えるよ。もうキャビンの中に響き渡る声で言ったんです。今までね、子供で見えるところといったら限られていたわけです。しかし1万、ね、フィートの上空から見たときに、もうみんな何もかも見えるよと言ったんですね。そう、私たちね、子供の時は何も見えなかった。しかし成長していて、どんどん信仰も成長していくと、今まで見えなかったことが見えるようになるんですね。そして後の世代の人たちが、これでいいの、これで普通なの、
不安を覚える時に、大丈夫だよ、お父さんも過去ここを経験したんだから、神様が一緒にいてくれて助けてくださったんだ、こういうこともあった、こういうとこもあった、しかし神様はそのことを通して、あ、私を助けてくれてたから大丈夫だよと子どもたちに教えることができる、次時代の人たちに指導することができるんです。だから古い時代の人も若い時代の人たちも両方いるんですね。お互いに助け合うことができるんですから、だからみんな必要なんです。一人も燃えることはありません。さあ子供たち、窓の外を見て喜んだ子供たちを見て、あたかも私飛行機乗るのが初めての時のようにワクワクしましたね。もう彼らの喜びを通して私も喜びを感じることができたんです。初めて飛行機に乗った時の喜びがもう私の心の中によみがえってきました。そう、お父さん見て、こんなもの見えるよ、これからこんなことが素晴らしい起こるよと喜びが、この古い人たち老人たちにも伝わることができる。そして過去にそういうことを経験した人たちでも新しい喜びを持って将来生くことができるということだから、私たちは一つにならなければならない。若きも老いも5世代にわたってそれぞれがお互いに必要なんです。どうでしょうか。参加しましょう。さまざまな感情のいじまじりがあるでしょう。でも神様はあなたの名前の書いたチケットを持っておられます。その飛行機乗られますか。矛盾したメッセージを聞くことがあるでしょう。悪魔の声聞こえてくるでしょう。しかしチケットにはあなたの名前が書かれているんです。飛行機乗りますか。神様がパイロットとなる飛行機乗りますか。この次のシーズン、今までと一緒であってはいけないんだよ。私と一緒に飛行機に乗って高いところから見てみようじゃないか。今まで見えなかったことが見えてくる。新しい将来に向かって一個に旅を続けようではないでないか。その時に私はもう年寄りだからチケットなんかもらえるわけがないなと思わないでください。あなたにもあるんです。年は関係ないんです。私はこの飛行機に乗るその余地はないだろうなんて、そういう人は一人もいません。皆さん一人一人のチケット、このチケットを買うためにイエス・キリストはその命を捧げてくださった、その血潮でこのチケットを買ってくださったんです。それを受け取って飛行機に搭乗しますか。乗りますか。一緒に乗りますか。パイロットは私ではありません。私が行き先を決めるのではありません。パイロットは神様なんです。神様が行き先を示してくださる、連れてってくださるんです。どうか神様、スパイロットである神様にあなたの決断を示してください。そういう方々は立ち上がっていただきたい。